はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーでーす。今回もよろしくお願いします。はい、今日もシングルで頑張っていきます。なかなかね、勝てないんですよね。まあ、昨日ね、YouTube のオフ会を、行いました。初めて行いました。YouTube オフ会でね、ゲームチャンネルをね、お持ちの、YouTuber さんも、来られて、まあ、ゲームに関するね、いろんな情報もいただきました。まあ僕はね、ゲームの動画っていうのは、あまりアップしないんだけれど、まあ今後のね、ことを考えて、まあこれからどんどんね、ゲーム動画もね、配信していこうかなというふうに思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。草は風を知り、戦場は英雄を知る。なんかね、結構いい言葉が、出ますけど、これ誰が書いてるんだろう。ねえ。はい、おじさんは今日はどんな出会い、どこまで生き延びるのか。またね、なかなか相手をね、倒したことがないんですよね。一回かな、一回弾が当たってっていうことがあるんだけど、まあ、それ以外はね、毒ガスでやられたり、瞬殺でやられたり、なかなかね、勝てません。まあ、操作が、対応が、反応が、鈍いということもあるんで、まあその点がね、大きく影響してます。やはり年には勝てないということですね。はいはい、マップ出ました。どこに行こうかな。まあいつもね、同じようなところに降りているんで、まあ同じようなところに行った方が、だいたい武器はあそこにあるんだろうなぁとわかるんですよね。何人かいるぞ。あ、もう一人いる。早く行かないと。早く行って。おいおいおい。殴り合いするのかな。ちょうど、家の入り口。あ、反対側だ。よしよし。まだ操作がね、うまくいかない。おじさん頑張れ。ガソリンいらない。武器当たった。武器をもらって、とりあえず、なんとかこれで、どっか行ったよな。やばいよな。ここから、ブーストを使って、ちょっと離れよう。下手れなんで、すぐ、逃げようと。お、音がした。ちょっと、様子を見ようか。大丈夫かな？大丈夫かな？走れ。ブースト。逃げ切れますか？おじさん、こっち方向に行かないといけないんでしょうね。やっとね、地図を見ながら操作をするっていうね、余裕が出ました。それまではね、全くマップに関係ないところを、走っていたので、まあ、すぐにね、ガスを吸って死んじゃったんですよね。お、もう銃声はしないということは、この付近大丈夫かな。ちょっと、武器が寂しいんで武器を集めながら目的地に行きたいと思います。皆さん同じ方向に向かってるってことなんでね、スナイパーがどこにいるか分かりません。あの、本当昨日のね、 YouTube オフ会というのは宮崎っていうね、まあ、田舎町でやろうということで、まあ、田舎にいるとね、なかなかその YouTube をやっている方々の集まりっていうか会がないので、あの昨日はね、宮崎、あと福岡、長崎、大分、鹿児島から、7名、僕を含めて7名の方がね、
お昼のオフ会に参加しました。もう九州オフ会だよねっていうぐらいのね、人数というか、各県から、無人機参加がありまして、年齢もね、バラバラでした。で、初めて、YouTube これからやりますという方のね、チャンネルの、お手伝いを行って、なんとかね、YouTube デビューをすることができました。夜もね、懇親会、いわゆる飲み会を行ったんですけど、いろんなジャンルの方々、動画作りっていうのは、共通してるんですけど、さっき言ったようにゲームをやってる方、スノーボードをやってる方、あと地元のね、お祭りとか、いろんな記録映像を撮ってる方、あと手話の講座をやってる方、あとワンちゃんの動画をねアップしてる方、いろんな方々の、お話をね、おおどこに行ってる、お聞きしてね、なんていうか自分の視野が広がるっていうか、本当ね、勉強になりました。ありがとうございました。一応ね、年4回ぐらいは、そういったオフ会を行おうかなというふうに考えてるんで、春終わったんで、今度は夏ちょっとね、予定が狂ったんですよね。外の公園かどっかに行って、撮影しながら、その動画を YouTube にアップロードしましょうという予定があったんだけど、ちょっと予定が狂って、ずっとインドアで、お部屋で、情報交換というかね、お話なんかやったんで、夏はね、アウトドアで、YouTube のオフ会を行うことができればいいなというふうに、考えているところでございます。ですんでね、特にゲーム関係を頑張っている方のご参加お願いしたいなと思ってます。そういったね、自分ができないことを、ゲームの得意な方にねお話を聞いて、勉強するということができるんで、非常にね、生涯学習、一生学んでいくって、YouTube 動画作りを通してまた生涯教育もね、展開していけるといいなというふうに。道路危ない、何も来ないような、道路横断しますということを考えているところですね。どうぞよろしくお願いします。こういった無駄話してるとスナイパーが狙ってくるんですよね。今のところ大丈夫かな。ここの建物は何もない、ここに潜んでいるっていう可能性もあるんで、スルーします。2020年に宮崎県で、国民文化祭と、障害者芸術文化祭というのがあるんですね。で、オリンピック、パラリンピックには、文化的プログラムというのがあるんで、それとね、連動して、動画に関するサブカルチャーといいますかね、そういったイベントを、宮崎でできればいいかなというふうに思っているところです。前回の国民文化祭、鹿児島県であったんですが、前々回かな、2015年、その時にはね、鹿屋市で、サブカルチャー、いろんな声優さんとか、あとパトレーバーのデッキアップとか、あとなんだ、暖房とかね、あとコスプレとか、声優さんの、トークショーとかね、そういったのがあったので、そういったことをね、YouTube もね参加してやっていけると、動画文化、いくつになっても動画を通じてね、学ぶことができる、楽しむことができるっていうこと、できるのかなと思うんですよね。なんか音がしたような、問題ないかな。一応目的地の方には入っております。ですんでね、皆さん特にゲーマーの方よろしくお願いします。なんか2022年ですか、アジア大会で e スポーツが正式種目として入っていくと、で将来のオリンピックの種目にも e スポーツがなるのか入るのかなということなんでね、僕もねおじさんだから、ゲームの方にもね、力を入れていきたいと思います。ちょっと走りまくってますけど、打ち合いしたいんだけどね、誰も打ち合う相手がいないんで、ちょっと人がいるかな、
最高順位4位かな2位かなまで行ったんですけどね、なかなか勝てません。いや、この付近もいなさそうな感じなんだけど、まあね、まあ不純な動機というか、再生回数ね、最近の様子見るとゲームだったら結構再生回数稼げますよみたいなことがあったんで、まあそれも含めてね、動画ゲーム動画やってたり、まあ一番なのは気分転換に動画の編集とか編集かなの合間に、気分転換にこういったゲームをするということで、まあ一番大きいのが気分転換なんだけど、リュックがないのかな、ヘルメットか、あ、リュックはないな、これ拳銃はもういらないってことよね。リュックは、あ、こっちは今来たとこだな。あ、いた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 。外れた。下手なんですよね、おじさんは。ちょっと逃げた方がいいかな。ちょっと武装が。ヘタレなんで、武器がないんで、逃げろ、おじさん逃げろ、こっち方面にちょ逃げろ、見つかってないよな、まだ相手から撃ってこないんで、これがね、ダメなんですよね。もう早くも漁ってね、あの武器を集めないといけないんだけど、なんかね、ここも武器なかったよな、行ってみるか。まあ上手くなるコツとか覚えた方がいいかと思うんだけど、まあどっちかというとね、またジーパン楽しみながらやりたいんで、でも勝ちたいことは勝ちたいんですよね。どっちだったかな。でも方向を見失った。こっち逃げろ。逃げつつも、目的地に行かないといけないんで、このマップの水色の点々点々が目的地なんですよね。これもやっと分かりましたね。そんな感じのおじさんです。あのデュオとか、あ、大丈夫か、チームで頑張りたいんだけど、おじさんが入るとね、足手まといで勝てないだろうなと思いますんで、もしよろしかったらね、誘ってください。後ろからついていきます。年齢制限ありません。お、35。目が悪いんですけど、まあなんとかね、さっきのように走っている相手を、見ることはできるんですけど、まあスコープがないんで拡大して見ることができないというのは非常に悲しいです。しかも武器が弱いんでね。よいしょ、様子見、様子見。ちょっと行ってみようかな。ちょっと行ったつもりでやられちゃうと。というか、リュックが欲しいしね。他の武器も、あ、なんかあるぞ。無人機は、まあいいな。防弾着あった。スポートリンクあった。
リュックの容量不足でしょう。そうなんでしょうね。だから先にリュックが欲しいんですよね。おい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 。こっち側に人がいるとか。リュック、リュック。あ、靴。靴は履いてたっけ？裸足だったわな。防弾着。リュックがないぞ。上に行くのやめた。違うとこに行って。物資を探しましょう。さっきの人、こっちに来ないよね。リュックサック。弾とかあるけどな。容量不足なんだよな。他行きます。おい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 。ん？今なんかやったよな。大丈夫かな？気のせいかな？リュックサック。リュックサック欲しい時にリュックサックはないですね。あったー。リュックサックがあったー。はい、これで補充できた。よいしょ。スポーツドリンクさっきあったんだけどな。圧力鍋、まあ、はい、もらったもらった。オッケーオッケー。よし、ヘルメットいらない。よし、これで向かおうか。おじさん行きます。あと26人。ゲームの中ではね、まあ、年齢は関係ないと思ってますんでね。っていうか、あの、若い人とゲームすると、なんか、気持ちもね、あの、昔に帰ったような気持ちで、ん？なんだ？なるんで、若い人とお話をしたり、交流するということは、非常にいいなと。まあ、相手がね、なんだこのおっさんは、と思ってるかもしれませんけれど、おっさんからすれば、まあ、それが楽しいんですよね。ですので、こんなおっさんでもね、もし荒野行動で、おっさんを見つけたら、どうぞよろしくお願いします。それともゲーム名の、ハンドル名にはおじさんですって書いてないんで分かりませんよね。おじさんですって書いておった方がいいのかな。はい、また集落坂なんで、上から誰かいるかいないか見ながらね。はい、音がした。音がしましたね。銃声してますね。で、耳が悪いんですけど音が聞こえてますね。え、年取ってね、耳とか足とかあちこち割ってくるんですよね。まあ、頭はなんとか大丈夫なんですけど、銃声がした方向で、どっ、あ、いた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 、車だ。車を狙うということをなかなかの腕がないとできないんで、いいです、スルーします。ここももうスルーします。誰もいないことを願いながら、スルーしてちょっと道路とは外れたところから目的地に行きましょうかね。っていうか、道路の方に向かってる？まあ、さっきの車とは、まあ、同じ方向に行ってるんで、どっかで出会うかと思うんですけどね。あと17人。順調に行ってると思いきや、バーンと撃たれていくんですよね。お、また音がした。
ともただ走りまくっているというだけの感じでやってますけどね。とりあえず、はい、マップを見ながら入りました。はい、でちょっと用心をしながら歩きましょう。9人、こんなおじさんでもなんとか9人の中に入ってるんですけど、どこにいるんだという感じですよね。もう狭くなったんでこの付近だという感じなんだけど、どこにいるんだ。スコープが使えないんでね、スコープなかったよね。なんとも言えないんですよね。あ、いた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 。こっちか。あ、車だ。さっきの車ですね。あ、いたいたいた。あそこに3人いるってことか。2人いるのかな。あっちにいるんだな。分かった。ちょっと動きがもたもたしてるけど、スマートフォンなのかな、インターネットの回線なのかな、分かりませんけど、あっち方面ですね。で、あっち方面って、ああ、そうかそうか、進行方向か、目的地の方向。あ、8人。あ、音がした。あ、音がした。ということはどっちだ。あー、なんだ、やられた。あー、やられてしまいました。たくましく行こう。はい、とこれ、シルバー、シルバーですね。キルカメラでちょっと、あー、そっちの方か。まあ、スコープがあるっていうのはやっぱり有利だよな。ちょっとね、まあ、ブスですね、失敗したよなという感じでございます。はい、ということで2018年3月18日日曜日、ヘタレのまったりおじさんの、荒野行動でございました。まあね、荒野行動で見つけましたら、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ノーリースカイウォーカーという名前で、ゲームやってます。はい、ということで今回はこの件で失礼します。